1909年チューリヒのレース2007年、ブルッセルのレースゴードン・ベネット・カップは、最も歴史が古く、権威のある、気球レースである。最初のレースは1906年9月30日に、パリを出発点に開催された。アメリカ合衆国の新聞社ニューヨーク・ヘラルドの社主、ゴードン・ベネットがスポンサーとなった。競技方法は明快で、 出発点から最も遠くまで飛行したものが優勝者となる。飛行時間の記録は1995年の大会で、ドイツ人チームのビルヘルム・アイマースト・ベルンとランツマンがスイスを出発し、92時間の飛行の後、ラトビアに着陸した飛行であり、飛行距離の記録は2005年に、ベルギー人のボブ・ベルベンとブノア・シメオンが、 アメリカ合衆国のアルバカーキからカナダまでの3 4 0 0トルの飛行である。最も活躍した参加者はオーストリアのヨーゼフ・シュタルクバウムで1985年から1993年の間に7回の優勝を飾った。2010年にイギリスを出発したレースでは9月25日にブリストルを出発したがアドリア海で好転のため アメリカチームが行方不明となっている。参加資格は各国の飛行クラブにあり、それぞれその国の国籍を持つメンバーからなる3チームまで参加させることができる。参加者は最低50時間の飛行記録を持ち、夜間飛行の資格を持っていなければならない。各チームの一人は英語で航空管制官とコミュニケーションが取れることが条件となっている。優勝者は ゴードン・ベネット・カップを受賞し、チームの飛行クラブは2年後のレースを主催する。3回カップを受賞すると、新しい優勝カップを提供すれば、カップホルダーとなる。ありがとうございます。